今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。はい、今日は消し組さんでは作品展に向けて水彩画の方を行っていきました。絵の具を使うのは1学期ぶりで、子どもたちも今日は絵の具やるよって言ったら、もうやったーっていうふうにすごく喜んでいたんですけれども、もう使うのも久しぶりだったので、使い方大丈夫かなって、もうぐちゃぐちゃになっちゃってるとかしないかなっていうふうに少し心配だったんですけれども、子どもたちにやり方の方を丁寧に説明していったら、もうみんなよくお話を聞いてくれて、みんな丁寧に書くことができました。もう何を書いてもいいよっていうふうに言って、いろんな色を使ってみてねっていうふうにお話ししましたら、もういろんなものを本当に書いてくれて、電車だったり車だったり、あとはウサギとかカエルを描くお友達もいて、すごいなんかみんなそれぞれ個性があふれる作品が出来上がって嬉しくなりました。またもう一つ今日は嬉しいことがあったんですけれども、今日は早番でお外に立っている時に、竹組の男の子と女の子がもう地面に座ってこうやってうつむいて遊んでたんですね。で、何してるのっていうふうに聞いたら、菊さんの時にやったハンカチ落としがすごく楽しかったから、それを今またやっているんだっていうふうにお話ししてくれて、すごく嬉しくなりました。そういう日常のちょっとした遊びも子どもたち覚えててくれて、またやりたいなっていうふうに思ってくれることが、なんかすごいいいなっていうふうに思った一日でした。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。